上越教育大学のウェブオープンキャンパスをご覧いただきまして、お礼申し上げます。私は入試・学生全般を担当しています、上越教育大学副学長の上野正人です。よろしくお願いします。私からの説明内容は、大学の外観、特色、卒業生の就職や進路について説明させていただきます。詳しくは、上越教育大学大学案内、 2025をご覧ください外観についてお話しします本学は昭和53年に開学した大学です学校教育学部、大学院修士課程、専門職学位課程いわゆる教職大学院を持つ教員養成の総合大学です学校教育学部の課程は 初等教育教員養成課程1学年160人その上に大学院学校教育研究科がありその中には大学院専門職学位課程教職大学院それと大学院修士課程を持つ教育の総合大学として全国の教員養成モデル大学を目指しています。また兵庫教教育育大学大学学学学院連合学校教育学研究科 博士課程として、本学、兵庫教育大学、鳴門教育大学、岡山大学、岐阜大学、滋賀大学の六大学で構成する連合博士課程も設置されています。本学では、卒業と同時に全員が小学校の教員免許状を取得することができます。さらに必要な単位を習得することで、幼稚園、 中学校・高等学校の教員免許状も取得することができますまた教員免許状のほかにも保育士や学校図書館支書教諭の資格を取得することが可能です公認心理士試験の受験資格取得に必要な科目を履修することも可能ですなお公認心理士試験の受験には本学卒業後に さらに、本学大学院などの公認心理士となるために必要な科目が履修できる大学院において、科目を履修する必要があります。入学後、特定の分野についての専門性を深めるために、各コース・領域・分野に所属していただきます。ここに示す四つのコースがあり、その下にさらに専門性を高めるために領域・分野が置かれています。 本学では入試は全員一括で選抜しますが大学での生活に慣れ各コースの特色も理解した上で2年次から各コース領域分野に所属することになります。各コースの特色は今年度の大学案内で詳しく記載していますので是非後ほど大学案内をご覧ください。次に特色です。 主ににカリキュラムの特色についてお話しします学校教育学部のカリキュラムは実践的体験的な授業内容を重視するなど本学独自の内容と方法を誇っています例えばいじめの対応策をグループディスカッションを通じて順位付けしたり大学周辺を歩いて動植物を観察したりといったどれも 教師になった時役立つ内容経験を重視したものとなっています特に教育実習が充実して1年次では幼稚園小学校中学校等を訪問し教育活動の観察を行います2年次では模擬授業発問・板書の仕方等を学びます3年次では 小学校教育実習を春に一週間、秋に三週間行います。四年次では選択ですが、中学校教育実習を行います。このように一年生から四年生まで、体系的に教育実習を展開しています。教育実習の実習先については、本学は付属学校園のほか。本学が指定する上越地域の幼稚園。 小学校・中学校など上越・妙高、糸魚川・柏崎の4市と連携協力体制の下で約120校の学校の協力をいただき教育実習を実施しております実習をすべて付属学校園と周辺の学校で実施することの利点は母校実習と比べると資料探しに困ったときに 大学の附属図書館が利用できるという点実習中の困ったときは大学の学校実習ボランティア支援室にサポートしてもらえるという利点大学や大学の指導教員と実習校とが緊密に連絡を取り合えるという利点があります本学の大きな特色の一つに現職教員との交流がありますこれが 他の大学の教育学部とは違う本学の大きな特色になります現在小学校や中学校などから毎年学校現場で活躍している50人程度の現職教員の方が大学院生として入学し学んでいますこのような多くの現職教員の方と大学のキャンパス内で同じゼミで交流できることが ここれから教員を目指すす皆さんたちの財産にななるととは間違いないとお勧めできます学部生にとって頼りになる存在であり学校現場の詳しい様子が聞ける教育実習などの指導案作成などでアドバイスをもらえる教員採用試験の勉強の仕方もアドバイスしてもらえるといったとても頼りになる自分が将来先生になる上での 見本になる頼もしい大学院生と交流することができますでは最後に卒業生の就職進路についてお話しします卒業生の就職状況です令和5年3月卒業生の教員就職率は左の全国の国立の教員養成大学学部の卒業生に占める 教員就職率は六十七点八パーセントとなっていますが。本学の教員就職率はそれを上回る八十四点八パーセントで。全国の国立四十四大学学部の中で第二位でした。また令和三年三月卒業生の教員就職率は八十七点九パーセントと第一位であったほか。 例年80%以上の教員就職率をキープしており、文部科学省の発表でも常に全国上位にランクされています。直近の卒業生の就職先進路についてご説明いたします。令和5年3月卒業生の就職状況は、卒業生157人中、臨時採用を含めて112人が 小中学校等の教員に就職しました。また、保育士六人、官公庁企業等十九人、大学院進学十九人。その他一人となっています。小中学校等の教員は臨時採用も含みますが。小学校九十六人、中学校十四人、高等学校一人、幼稚園等一人といった内訳になっており。 卒業者数から進学者と保育士就職者を除いた数を母数とした教員就職率は84.8%と高い水準となっています以上、大学の外観、特色、卒業生の就職や進路について説明させていただきました詳しくは上越教育大学大学案内をご覧くださいありがとうございました